これまで何を基準に中古車を選んでいましたか？中古車の品質の違いが分かりますか？中古車の品質基準、 AIS の品質評価基準は今や中古車業界のスタンダードへと向かっている。10段階評価の分かりやすい品質表示によってユーザーの購買をプロの目がサポートする。プロの認定検査員による300項目以上にも及ぶチェック機能、20年にわたり培われたノウハウと第三者機関としての信頼性、 AIS は厳正かつ公正に検査し、安心して中古車を選択できるシステムを構築しました。その評価基準はメーカー系中古車事業会社との連携により業界標準へ。 AIS 中古車品質評価システム、中古車選びはこの信頼のマークから始まる。 AIS 品質チェック動画をご覧の皆さん、こんにちは。今日皆さんにご紹介するのは BMW ミニクーパー S コンバーチブルです。初年度登録は平成17年10月です。外装色はオレンジ、評価は外装 B、 内装 B、 総合評価 4.5 点の車両です。こちらはワンオーナー車となっています。コクピット黒のパッケージ、車外の17インチアルミホイル、失礼しました、純正です。JCW グリル、そして HID です。それでは内装と主な装備を見ていきましょう。内装は黒ベースです。フロントシート若干の押しはありますが、それ以外は目立つダメージ等もなく綺麗な状態と思われます。リアの状態です。ETC です。車外の HDD ナビテレビがついています。エンジンをかけてみましょう。サンルーフを開けます。動きもスムーズです。クロカーシート、そしてシートヒーターがついています。カシュー跡若干ありますが綺麗に直っています。目立つダメージはフロントバンパー下のペイント剥がれある程度です。トランクルーム内部の確認です。若干の傷はありますが綺麗な状態とされます。続いて下回りを見てみます。車外のセンターマフラーです。そして車高調サスです。サビ付け上げ、オイルにじみともなく綺麗な状態と思われます。タイヤは前が5分山、リアが0分山です。
右リアと左前の2本アルミホイルに傷があります。左前のアルミホイルの傷です。最後にエンジンルームを見てみましょう。車外のエアクリーナーです。そしてミニマニアプーリーもついています。目立つ汚れ、オイルにじみ等もなく綺麗な状態と思われます。以上、BMW ミニクーパー S を AIS 検査員神奈川地区担当がご紹介しました。それではまた AIS 品質チェック動画でお会いしましょう。ありがとうございました。